どうも、白石秀則です。久しぶりに自己紹介をしておきます。私は、弾き語りをしていて、その後バンドを始めてですね、その後音楽業界に入ってですね、音楽プロデュースなどをして、40歳ぐらいまで音楽業界に20年以上いまして、今は介護業界に転身して、事業所の管理者をしております。で、フリーで音楽の方も続けております。そして、ベスティー。I am bestie でございます。はい、今日からですねマスタープランウィークでございます。おとついですね、私京セラドームの方でマスタープラン聞きました。その時の感想はですね、わっと驚くような感じですかね。和も入っており、シカゴ発祥のドリルというね、ドリルミュージックみたいなフローというかね、ラップが繰り広げられているような曲でございました。しかし初見でした。そしてドームという音圧の中で聴いたので、作品として、ミュージックビデオをこうしっかり見てみたいなということで、私、この時間までそのライブで一回ポッキリ聴いただけで抑えております。デジタルリリースは本日ね、日付変わった瞬間にリリースしております。私も CD の方ね、買わせていただいてますので、明日フライングゲットするんじゃないかなと、届くんじゃないかなと私は思っておりますが、さあもうすぐですよ、もうすぐミュージックビデオが公開になります。現在ですね、メンバーがですね YouTube ライブをしております。同時視聴者数も6万人超えておりますね。いやー、めちゃくちゃ楽しみ。まあドーム、ギフテッドから始まって、私ギフテッドに出会ってですね、ザスト、そして BE:FIRST にハマった人間でございますので、ギフテッドがね聴いて最高だったんですが、締めがマスタープランでしたね。マスタープランもこう桜がプターって舞ってですね、なんかね、俺本当に印象的にはコレオだったね。コレオがまた今回もやばいなっていう印象。そしてこう、まあ、初見って感じたのは本当ドリルミュージックだなというふうに感じました。さて、なんせですね、このマスタープランウィーク、こうベスティお友達の皆さんと盛り上げていきたいんでね、まずはねしっかりマスタープランのミュージックビデオリアクションしていきたいと思います。なんかね、久しぶりにね、音響のこととかね、しっかり、ドームのライブレポでしたんですけど、やっぱね、僕がリアクションする意義っていうのは、やはり経験談とか音楽の知識、理論とかね、しっかり入れれるとかは入れてですね、皆さんにお伝えしていきたいなと、ちょっとまたね初心に帰った気持ちもあります。さあ、どんどん生配信の方からですね、こちらの方に視聴者さんが流れてきております。3万人以上の方が同時視聴しております。いよいよだね、5万人以上の方見ております。さあ、いよいよです。めっちゃ楽しみ。うぅ、理解不能、それはそうさ、錆びたルールじゃ僕は測れやさい。振り切ったステータス、最高計算が最低条件だったんだ。なぜからスタートして、目に入った冠を全部持ってゆく。努力も苦じゃない、うっすらも引き寄せてく俺はタブー。君の常識と俺らのリミット、どっちが正しいのかな、言うまでもな、ほらみんな髪の導きを。遥か昔から確かな価値を探した足跡が、その声か。求めた答えは最初から全て聞こえてた。そうさ、これが証明し続けるだけ。成功以外一回も見てない当然のマンバーゲン。いつから見てたこの場面、スタートのもとずっと前、衝撃的瞬間の連続ペース。ほらもう時間だぞ、期待通りじゃ物足りない。 Okay、 想像以上が
確かな価値を探して足跡がその声が求めた答えは最初から全て聞こえてた No doubt I'll show you かっこいいここ。遥か昔から確かな価値を探した足跡がその声が求めた答えは最初から全て聞こえてた。そうさこれがこれが。マスターフライ。これかっこいい。とんでもないのが投下されたな。ちょっともう一回聞きながら行こう。ちょっとこれを何回もおかわりしないと。マスタープラン、あのメインストリームと同じような映像、ちょっと緑を基調とした映像美ですね。でちょっとこう、まあマトリックスのような世界観。理解不能。それはそうさ錆びたルールじゃ僕は測れやさい振り切ったステータス最高計算が最低条件だったんだなゼロからスタートして目に入った冠を全部持ってゆく努力も苦じゃないうすらも引き寄せてこれはタブー君の常識と俺らのリミットどっちが正しいのかな言うまでもなほら見なかったの導きを昔から確かな価値を探した足跡がその声か求めた答えは最初から全て聞こえてたそうさこれが確かにずっとぐーっと見ちゃうわ。足がねぐっとこう。証明し続けるだけ成功以外一回も見てない当然のまんばげんいつから見てたこの場面スタートのもとぞと前衝撃的瞬間の連続プレゼンほらもう時間だぞ期待で終わりじゃ物足りない想像以上が当たり前ゴールにはまだ早い確かな確かな価値を探した足跡がその声が求めた答えは最初から全て聞こえてた No doubt I'll show youI know.
こから好き。昔から確かな価値を探した足跡がその声が求めた答えは最初から全ていいねこのシーン。Be fast Must have こう来てるからかっこよすぎる。また続きそうな雰囲気だよね。うん、音数も少ないね今回も。桜がね、しだれ桜って言うんですか。攻めてるっすね。今回もまた BE:FIRST 攻めてます。ドリルミュージック、それはねジャンルありますね。シカゴのまあ結構危ない地域発祥のね、ギャングの抗争とかねすごくしているねところから生まれたブラックミュージック、ヒップホップなんですけども、まだ若いジャンルですね。もう本当に結構こう男の子が好きというか、危ないことを歌詞にリリックにする本場ルーツはね、で今はこう日本のヒップホップシーンでもドリル流行ってきてますね。ただ J-POP 界隈でこうドリルっていうミュージックが、音楽がね、こうみんな知ってるかっていうと、まだ聞き馴染みがないわけですよ。ヒップホップの中でも新しいジャンルですから、そこをこうグンと持ってきている。これは本当に世界、本当に世界標準で、世界基準で、世界でこの曲がどういう風に受け入れられるのかでね、今もBE:FIRSTってこうある程度のすごいこうポジションに今日本ではいますから、こういうドリルミュージックをバンと出せるというね、それでも冒険です。それでも強い意志がないとこういう曲を今ポンと出せないと俺は思うんですね。で世界に対してこう挑戦していくというね、いやすごいことっすよね。めちゃくちゃ和じゃん。しかもトラックがめちゃくちゃ和、思ったよりも和ね。おとついドームで聞いた時はちょっとこう音響的に俺ちょっと耳ももうバカになったか分かんなかったけども、めちゃくちゃ和じゃん。めちゃくちゃ和、これをもめちゃくちゃ面白い。いや素晴らしいです。 BE:FIRST マスタープランミュージックビデオ見ていきました。これはこうどうなんだろうな、みんなの反応がすごく楽しみですね。俺はめちゃくちゃ攻撃、日本のマーケットとしては冒険でも、世界に行くとしたらめちゃくちゃいいトラック作ってるな。そして歌詞もね、これから俺たちがどうしていくかみたいな、あの意思が感じられる。すべてがマスタープランだぜと、こういう風に歩んでいくんだぜっていうね、マトリックスの世界観、もうスミスがめっちゃいるみたいな、風にも見えたし、ちょっとねやんちゃ悪い何がいましたね。こうシカゴのそういうギャングの、まあ危ないところから出てきてるルーツの音楽だけども、そこはね、あの日本人として BE:FIRST として、リリックとしてはね BE:FIRST らしさが出てたんじゃないかなと。この曲もこう世界へ行くぞという気持ちがすごく現れた曲だと思います。ドリルに馴染みがない人もああって思うかもしれないけど、何回も何回も聴いちゃうみたいな、そしていつの間にかドリルミュージック好きになってるみたいな、
まあ、まさしく BE:FIRST が音楽のジャンル日本人にね教えてくれてるようなね、こんな音楽もあんだよとか、俺たちこんな音楽好きなんだぜとか、そういう風なあの世界へ連れて行ってくれるようなそんな感じがしましたね。 BE:FIRST マスタープランミュージックビデオ見ていきました。マスタープランウィーク、私は盛り上げていきたいと思ってますよ。興奮ですよこれ。確かにポカーンとしちゃう。だってかっこいいんだもん、っていうような感想でございます。皆さんもどんな感じだったかコメントでどしどし、教えてくれたら嬉しいです。また会いましょう。白石秀平でした。